んで見える。口の、そう、プスって。はい。この間でガスが噴射する。もうちょっとこっちの方でね。生き物みたいに。うん。ギリギリまでいけるか。結構しあ、いい感じ。よし。ライターなんだけど、ちょっと変わった火のつき方するんだよね。手が痛いので、あの、ね、火をつけてもらうんですけど、ね、はい。じゃあ今ガス出します。はい。はい。お、なんか火が浮いてるように見えたんだけど。はい。何が起こってるかというと、まあ、普通だったら、まあ、火がね、根元の方から出るのが、炎が浮いてるように見えるということを言いたいんだよね。そうですね。ちょっと難しいんですよ、これ。保ってる。そこに合わせられないっていうのはつらい。あ、今あった。もうちょっと。悔しい。死んでも見えてれば。あ、いい感じで。今、いい感じですか、うん、ライターの口から離れたところで炎が。あ、燃えてるって。そうだね。これでどうしてこういうことが起こるんだろうねってちょっと考えながら、あ、でもまあ普通のライターのやつもちょっと実際に見せたいんですけど、うん、はい、じゃあいいよ。じゃあ普通のライターを、はい、だとはい作る、ね、はい、作り方をそれを紹介していこうと思います。はい、まずはあの作業しやすいようにこの金属部分のところですね、うん、これを、まあ、ミニパーとかペンチで外します。この穴の部分をつまみちゃえばいいと思いますね。ちょっとそんなに硬くないんで、ほ、はい、取れた、よいしょ、まあ、ただ取るってだけだよね。ただ取るだけです、うん、この部分ですね、うん、から、まあ、ガスが出るんですけど、うん、ノズルの部分ね、はい、でここに、うん、ここボンドが見えてる、うん、ボンド、ボンドででちょっと軽く塞ぎます、うん、まず最初口を塞いで、でそこから噴射の勢いを強くするってことだよね、結局ね。あ、そうですね、何とか分かるけどさ、じゃあ入れてね、つまようじの先で取って、うん、取ってこれライターの口の、うん、塞ぐと、はい、こうやってね、うん、塞ぐとで、塞いでもで、これで完全に塞いだら、うん、このだあのガスが出るボタンを軽く押すと、うん、はい、今プスって聞こえたんだけど、これで、ガスが出る、うん、本当に小さい穴が開いたっていうことで、ね、見えるかな、うん、今ちょっとピンと合わせるね、うん、それでガスをプスって出すと、そう、最後に出して、うん、ちっちゃい穴が開くわけだよね、小さい穴が開く、ね、これであ、うん、あのさっきの噴射口よりも小さい穴を作ると、うん、いや、これであとは、うん、火をつけるだけというか、はい、ちょっとね、まあ、手で固定するのが大変なので横から火を、はい、ガスを出します。はい、よし、これは難しい、うん、これはあの穴の調整がちょっと難しいっていう、うん、あ、これじゃあ行くと消えそうかな、ここで結構安定してる、うん、うん、なんか浮かんで見える。この浮かんで見えます。おっと、飛んできそう。見えてます。十分取れてますか。取れてます。おっとっと。おっとっと。危ない、落ちちゃう。じゃあ満足ですか、これで。あ、いい感じで。結構押し込む、いい紐みたい、うん、ギリギリまでいけるか、結構押し込む、あ、いい感じ、よし、コントロールしてる感じがする、コツさえつかめばうまくいきます、ね、この間でガスが噴射されてて、ただ燃焼速度がもうちょっとこっちの方でね、十分にこっちの方でまあ酸素と酸素を加工して燃焼してるっていう形でね、うん、いいんじゃないこれで、指がつけた、はい